チュバは千葉県の県域放送局である千葉テレビ放送のマスコットキャラクター。千葉テレが地上デジタル放送の本放送を開始した2006年4月1日より使用。2006年4月1日より1971年の千葉テレビ開局以来長年使われてきた CTG 坊やに代わり登場した。 唇やハートをモチーフにしたキャラクターであり、チワの C をかたどる。体の色は赤。基本的にはチュバとしか喋らない。2010年12月からはツイッターを始めており、つぶやきの最後にチュバとつけてコメントしている。2010年7月5日、発行分の東京スポーツで、ゆるキャラの一つとして紹介された。 番組の開始直前や終了直後に流れる5秒程度のアニメーションがある。また、15秒のスポット CM も存在する。さらに、県内の幼稚園に行って着ぐるみの千葉が幼稚園児と遊んでいる CM も放送されている。ただし、ニュース千葉21以降の21時代のニュース番組内での交通安全 CM については、後日のキャプテン C が千葉に代わって務めていた。 2010年7月頃からは、再度、千葉が登場する交通安全 CM が、ニュース千葉930内で放送されている。また、千葉県内の各種イベントにも着ぐるみの千葉が、出没していて、2008年以降は同じ赤色である、千葉県、マスコット、千葉くんと共演することも多い。かつて放送されていた、自社制作番組、ハッピーはピーモーニングハッピモノスタジオでは、 ぬいぐるみが置かれ、神奈川県や埼玉県の視聴者にも知られている。さらに、前身の、朝丸まるジャストではかつてチュバの、冠コーナーがあった。また、チュバチュバワンダーランドという番組があり、OP の遊園地風のアニメや歌の中に、チュバが登場する。2009年4月までは3人組の、シースターズが歌っていたが、2009年5月以降は、チュバを愛するご当地ヒーローの、 キャプテン C が歌っており、曲調もかなり異なっている。ありがとうございます。